日本各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探すアンドサウナ。今回は岩崎リポーターが西品川へ。タヌキがトレードマークの銭湯サウナにやってきました。最高。やっぱり露天っていいですよね。まあ屋上っていうことですからね、なんかこうちょっと特別感がありますよね。そしてですね、ここですよ、ここちょっと開いてみよう。じゃん、あら、ちょっとちゃんとちょっと東京の景色が見えちゃうっていうね。いいですね。でもこの作りになっているので向こうから見える心配はもちろんないですし、しっかりここから風が通ってくれるっていうビルが見えるので、なんかこうちょっと成功者みたいな気持ちになりますね。おーそう、目の前にドーンとストーブが来るんですよ。これがめちゃくちゃストーブとの距離が近いので結構どこの席にいてもすぐ熱ってなると思う。このサウナ室、壁に白タイルを使っていて輻射熱も熱そう。男湯と女湯を入れ替えてるんですけれど、一律で男湯の方が100度、そして女湯の方がだいたい93度ぐらいの温度になってます。の場所がこう屋上で外観の景色が全く見えないっていうのがよりなんかこう開放的に感じさせてくれますね。あ、もうめちゃくちゃ気持ちいいです。最高。